北緯43度34分17.2秒、時計141度52分10.3秒、北43.571444度時計141.869528度、43.571444141.869528、新突川神社は、北海道蒲渡郡新突川町麻座中央37番地に、所在する神社。旧社格は、県社、 かつては玉木神社と呼ばれた。1890年9月、新戸津川村に神社を設立するための協議が行われ、新戸津川の人々が、母村と呼ぶ奈良県戸津川村の玉木神社の分社を建てることが決まった。翌1891年1月、玉木神社の祭神五柱の分礼を受け、菊水、村役場近くの徳富河藩に仮殿が設けられる。 1894年6月24日、上徳富士寸島に完成した社殿に先座する。1898年に起きた石狩川の大氾濫により水害を被ったため、1899年9月、第四区高台に先座する。1900年9月には改めて社殿が建てられた。1915年、社殿を新築。 1923年12月21日には、孫者に、劣覚し、以後1930年8月11日に、豪社、1943年1月15日に、賢者と昇格を重ねてゆく。1946年には、社格が撤廃され、宗教法人となった。1968年3月15日、それまでの玉木神社から、 新戸塚川神社へと改称。1985年8月、5年後に開け町100年、神社鎮座100年を迎えるにあたり、痛見の大きくなってきた社殿を大改修する計画が立ち上がる。材木には母村のものを用いたいと希望したところ、戸塚川村民の行為により、玉木神社周辺の山から切り出した良質の杉木の機材が送られることとなった。 1988年4月21日、あらかじめ、戸塚村川で、製材加工された杉85.07国、日檜5.46国が届き、1年間の乾燥の、後、改回収に用いられた。神社の鎮座100年奉祝祭が取り行われたのは、1990年6月21日の、ことである。ありがとうございます。